おお、来たか、りょうちゃん。まあ、座るよ。ちょっと今手が離せなくてな。あ？見ての通りだよ。ドンミ乗ったよ。まあ、ちょっと負けが込んでてな。このままで構わないだろう。あ？呼び出した理由？ああ、風の噂で聞いたぞ。お前、自己紹介ビデオなんて取り歩いてるらしいじゃねえか。念のためそいつを確認しようってな。まあ、手にカメラを持ってる時点で噂は事実みたいだがな。ようやく探偵に向いてないと気づいて映像屋にでも転職することにしたか。おいおい、睨むなよ。いつものご挨拶だろ。おっかない顔するなよ。いや、真面目にさ。お前、そういう才能あるんじゃね。まあ、適当に言ってみただけだが。それで、撮影は順調か？自己紹介の撮影は？俺で最後？昔からお前は、嫌いなものを食べるのは後回しって性格だったからな。え？今さら昔の話をするな。バカ言うなよ。俺とお前の仲だろ。幼なじみ同士で一番盛り上がる話題は昔話って相場が決まってるんだよ。なんなら俺の自己紹介はやめとくか。このまま一日中懐かしい思い出を語り合うか。怒るな怒るな。怒ると早死にするぞ。それに人生を損することになる。短期は損期。いい言葉だろ。メモっといた方がいいんじゃねえか。で、なんだ。自己紹介だったな。まあ、やることはやぶさかじゃねえよ。なんだ、意外そうな顔をした。まさか俺がお前のお願いを断るってか。おいおい、うんなわけねえだろ。今までそんなことあったら。悪い悪い、忘れてたよ。割とお前のお願いを断ってきたな。さてさて、遅くなったが自己紹介と行こうか。俺の名前はハービー・キットマン。スティール・トゥースって仲良しグループの親分だ。よろしくな。おいてめえ。なあ、りょうちゃんのことじゃないからな。俺の右に座ってるやつのことだ。手を開いてみせろ。わかってんだよ、全部。ごまかすんじゃねえよ。さっきから様やってるだろ。俺が気づいてないとでも思ったのか。ほらほら、動かぬ証拠ってやつだろ。しっかり手で握ってねえから様がバレるんだよ。そうだ、りょうちゃんよ。今からこいつに教育をするんだが、見学でもしていかねえか。きっと最高にスリリングな映像が撮れると思うぜ。